プレーナンバー 4-37 豊作ガスファーストダウン10、ボールオンは相手陣16ヤード、試合時間残り陣中27秒です。タッチダウン。クォーターバック1番再びロングパス、ターゲットは11番、失礼しました、ターゲットが今未確認ですがエンドゾーンの競り合いになりました。一旦西宮がボールを弾きましたがこれを、大阪ガスのレシーバーがキャッチ、エンドゾーン内でのキャッチが成立しタッチダウンです。ターゲットは13番でした。